よいしょ。よいしょ、こんにちは。よいしょ。こんにちは。よいしょ。こんにちは。ね、雪すごいですよね、本当に。雪すごいよね。 びっくりしちゃった。本当に。本当にびっくりしちゃった。もうさ外出られないじゃんね。外出ないといけないんだけどさ。外,外出られないじゃんね。本当に困っちゃうよ。本当に困っちゃう。<laughs> 本当にもうさ。やばいよね、本当に。 大変だよねなんかみんな拾いづらいボケとか持ってこないでね <laughs> えー、本当にマジで突っ込むっちゃ突っ込むけど拾いづらいボケとか持ってこないでね <laughs> ゆきちゃんって見に来てくれてありがとうあハッシュタグおもら部不足」ありがとうございますありがとうよいしょ よいしょやばいなんかさアイロンが温まんないかもしれない寒すぎて寒すぎによりアイロンの温まりが弱いよい,しょよいしょよいしょよいしょ よいしょょよよいしょよしこんにちは寒いね本当に寒すぎてね本当にえ久しぶりになっちゃった「ごめんね」って全然全然私もさ夜配信できなくて本当にごめんね 本当にごめんななささ、い、夜配信でできなくてでさみんなに言いたいんですけどこれはね、うん、怒ってるわけじゃないんですよ <laughs> 怒ってるわけじゃないんですけど皆さんに言いたいことがあってなんか私あの最近ね,あり,あ,の <laughs> ねありがたいことに忙しくてとってもね、嬉しいことにありがたいことに忙しくて夜配信ができないんですよ。 どうしても帰ってくる時間の都合だったり次の日の朝がとっても早かったりして夜配信ができないんですけどでもなんかそのメールとかの返信でなんか「なんか夜配信してくれないの?」みたいななんかすごいすごい圧の重いメールというかなんて言うんですかねなんかすごい来るんですよちょっと嫌味っぽく書かれちゃうことがあってすごく。 なんかそれが個人的にすごい悲しくてなんか分かってほしいんですよこの今の状況をね分かってほしいんですけどなんかこうちょっと闇っぽく書かれちゃうのはすごく悲しいことだなって思ってそうそうそうだからちょっとそう申し訳ない気持ちが本当にあるので そうちょっとそのその辺のご理解はいただきたいかなって思っちゃっててごめんなさい本当に本当にごめんねそうごめん本当に私もね夜配信本当にしたいんですよ夜配信したいんだけどちょっとね今日もできなくて本当に申し訳ないですごめん本当にああ大変なの分かってるから大丈夫だよってありがとうございます本当にありがとうありがとうございます本当に なんかもうできればできればあの忙しいみたいって忙しいみたいってつぶやいてほしいです <laughs>。なか,なかなか自分から発信できる術があんまりないので「そうあのハッシュタグ忙しいみたい」っていう毎日配信は続けてるんだけどそう毎日配信はね絶対続け,てる続けるつもりだし。 毎日配信頑張るからあのハッシュタグ忙しいみたいでお願いします <laughs> ごめんなさい本当に夜配信できないときはハッシュタグ忙しいみたいでお願いします <laughs> 困った本当にはい拡散お願いします <laughs> 変な拡散やばい変な拡散になっちゃうんだけど <laughs> お願いしますごめんなさい本当にありがとう <laughs> ありがとうございますごめん本当に ごめんなさい。申し訳ないでございます。<laughs> 拡散しとくね。ありがとうございます。ほんとに。ごめんなさい。本当にごめんなさい本当にごめんなさいありがとう。はい。そういうことでね。はい。ちょっと、今週もね、夜配信できたらいいなとは思ってるんですけど。そう、ありがとう。<laughs> ハッシュタグありがとうございます。本当に。そう、ありがたいことに、そう。 ちょっとお忙しくさせていただいてます。今日もね、あのこの大雪の中外へ出ないといけないって考えると <laughs> ちょっと気が引けるんですけど、はい雪をかき分けながらあの頑張りたいと思います。全然全然ありがとうございます本当に。いやもうこっちが申し訳ないです。私も申し訳ないです本当に。ありがとうね寒いから本当に皆さんも体調に気をつけてくださいね。 本当にありがとうございます。もうこんな寒い。え、めっちゃ雪降ってる。雪降ってるんだよね。なんかすごいのよ。なんかね、まあ窓、窓が見えるんだけど <laughs>。窓が見えるんだけど。あの、もう吹雪いてますね <laughs>。クリスマスピューロランド。え、いいね。いいな、いいな。そう、クリスマスか。いいですね、本当に。ね。本当にさ、まだまだ雪見てない本当 あじゃあちょっと楽しみにしてます <laughs> 楽ししみにしてますあのそういうことですタクシー呼んで本当にねいやーもうでもね移動手段がね本当に移動手段が本当に大変よねもうさ新潟ずっと新潟だけどさ <laughs> まあでもそんなそんなそんなだよね別になんか積もってるけど なんかそんんななな大大雪雪って感じではないかか <laughs> かもも皆さんからしたら大雪かもしんないけど全然そんなことないかもしれないなんかね私が小学生の頃私が小学生の頃とかはもう私の私のほんと足足が埋まっちゃうくらいまで降ってたけどでもさ今今となるとそんなになんか。 そんなになんかまあ足は埋まるかなみたいな <laughs> なんか多分身長が高くなったのもそうだよね身長が高くなったのもそうなのかもしんないけど全然なんか小学校の時とかに比べたらなんか鎌倉作れるほどの雪は降ってなくてそう小学校の時はね雪合戦とかしたり鎌倉作ったりして遊んでたんだけどなんか 最近最近あの高校生中高生になってからなんかその鎌倉作れるほどの雪が降らないからちょっと寂しいなって思い始めてきてたんだけどでもなんか今日今日ちょっと雪だるまは作れそう <laughs> 今日ちょっと雪だるまは作れそうだなって感じの雪は降ってますねそううハッシュタグありがとうございますたくさんそうそのくらいのね雪は降ってるうん。 でもそんなにかななんかさももう慣れてるのかもねあんまあんまそんななんかもともとのもともと新潟だからもうなんかもう別にまあへっちゃらっしょみたいな <laughs> もうさだっていつだろう高校生の時とかさだっていくら雪が降ってもさスカートスカートの下なんかあの。 タタイツタイツツととかかかか黒い履な普通に普通に生生足で <laughs> 投稿してたししかもローファーローファー履いてたしなんなら <laughs> なんならローファー履いて滑りながら投稿してたし、まあ、たまにブーツとかねちょっとおしゃれなの履いたりとかもしてたけどもう本当にそれくらいなんかあんまりあんまり寒くはないのかなな <laughs> なんかなんかかさ なななんかかかあれなのかなそうえわるタイツ履かないっていうプライドあるよねほんとにほんとになんかさタイツ履かないみたいなほんとにあるめちゃめちゃあるそれもうなんか意地でも意地でも寒くても <laughs> 履かない絶対履かないぞっていうなんか謎のね謎のプライドありますわ <laughs> かるなしかもタイツ履くとさなんか雨とかがさねっ 私も何かタイツとか履いちゃうとさなんか雪雪とかさ雨とかでさなんか,なんかシミみたいな <laughs> シミみたいななんか変な模様が浮かんできちゃうからさだからなんかなかなかそう履かなかなったな意地でもたまに履いたけどねたまに履いてってたけどほんとほんと全然履かなかった方が多かったかもしれない。 めっちゃ無理本当に無理ってなった時しかなんかみんなと揃えて履いてってたなんかえ今日どうするみたいな <laughs> しかもなんかコート着出すとかさコート着出す時とか普通になんか揃えてたみんなでえいつからコート着るみたいないつからマフラーするみたいなめっちゃ相談しながらそうあねスカートの下に体操着のねあわかる短パンは履いちゃうよねわかるな短パンはね履いてっちゃう そうあこれからお仕事ですかお仕事頑張ってくださいいってらっしゃい気をつけてね外分 <laughs> かんない私と同じ外かわかんないけどスカートは短かったですよスカートは短かったいやしないですね耳は耳は何もしなかったそうそうなのそうなの全然あの何もそうそんな感じです <laughs> そんな感じですスカートね短かったのなんか短いって言っても膝膝膝の真ん中だった私の私のとこはなんか膝の膝の真ん中がスカートの位置だった膝下ではなかっただからんから他の高校は膝下が多くて結構みんな膝下 なとこが多かったんだけど私のとこは膝の真ん中よりちょっと上くらいなんか <laughs> 伝えづらいなでも他のところよりは短かったけどそんな,なんかお尻が見えるよみたいな <laughs> そんなんではなかった<笑><笑>さすがに, <laughs> さ,すがに <laughs> さすがにワカメちゃんではなかったかなってくらいですはいさすがにねそんなくらいかもしれないまあでも膝 膝より上の子とかも普通にいたけどね折ってるし登校中とかは折ってるしまあ、下校も登下校は折ってるからなんか、まあ、学校の中は普通に高速だから守るけどでも学校外とかだと結構短いみんな短いかなめっちゃみんな折るからね そうわかるわかるさ寸からさそう背伸びるからさ折らなくても膝上になっちゃうよね本当にわかる怒られたんだそうわかるわかるめっちゃわかるわそう折らなくても膝上にはなっちゃうんだよねどうしても足がね伸びるとね本当にわかるわそうでもそんな感じかなでもなんか外見る限りめっちゃ積もっててやばい <laughs> 外見る限りめっちゃ積もっててちょっとやば,やばさを感じてる今日どうしよう今日しょちょっとさき着ていきたい靴とか履いていきたい靴か履いていきたい靴とかのさ矛盾が生じちゃうんだけどなんかもう履いていけなくなっちゃうんだけどどうしよう本当に本当にどうしようそして前髪また巻き出すっていうえちょっとさ湿気やばいかもしんない湿気やばすぎてさちょっと前髪がとどまってくんないかもしんないんだけど。 よいしょ前髪が全然とどまってくんないよいしょ寒いね本当にいやーなんかねもうねダサい格好はしていきたくないのよ <laughs> なんかなんかダサ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 マンじゃないちゃちゃうゃうゃうこのこの服に合わせたいのよこの服にこの服に合わせたいからさちょっとさそう ちょっともうどうしようどうしよう靴困るなこの雪の中かき分けていかないといけないんでしょえー、どうしようねなんかなわかるわかる帰り怖いよね本当にわかる行きはさ何とかたどり着けたとしてもさ何とかたどり着けたとしてもなんよね帰り怖いよなえ待ってマジでさ帰り怖い本当に本当に怖いえちょっと ちょっと待ってマジで怖いよ <laughs> もう本当に怖い帰りちょっとなでも帰りはとりあえずちょっと怖い <laughs> 一体何時に家にたどり着くんだろうか <laughs> 何時に家にたどり着くんだろうか本当にやばいよね本当に歩くだけでも一苦労じゃんでもさどうしてもさあのどうしても歩かないといけないじゃん あの帰りに車を乗ったとしても車の駐車場からの距離とかさなんかタクシーで送ってもらった後の距離もさちょっとは歩かないとじゃんもうそれも嫌なんだよねだからどこでもドアが欲しいんだけど誰か持ってない <laughs> 誰か持ってないえ本当にマジで言ってる本当に一瞬で移動したいくらいのレベル寒すぎて本当に 寒いいやでもなんかねこれからのこれからの気温の差が怖いあのこれからの気温の差が怖い本当に部屋の中とかさ、まあ、移動手段の中とかに入った後に外に行くじゃないですかその寒暖差がちょっとね本当にあに気温というか部屋室温とあの外のさ温度のさ 差が本当に怖すぎてちょっともう出る前から寒いを意識してるもう出る前から寒い寒いって頭の中頭の中ずっと「あ寒いんだな寒いんだなこれは寒いんだな」って <laughs> あ「あフォローしてよ」って「ありがとうございます」あ「あフォローした方フォローしたよ」ってつぶやいていただけたらあのあの嬉しいでございます。<laughs> <laughs> ありがとうございますフォローしてくださった方そう今フォロワー3000人目指してるのでもしよかったらね始めてみてよって方はねぜひあの気になったらお名前だけでも覚えてってくれたら嬉しいです朝から1時間除性戦して腰痛めたやばいそれはやばいそれはやばすぎるうんハッシュタグありがとうございます今でも生足え頑張ってるわけじゃないけどあの <laughs> あの必然的に生足をねあの <laughs> 衣装とかもそうなんだけど衣装とかもさ絶対生足じゃんあれって。衣装とかも生足だしあの何外出歩くにしてもさレッスン着とかレッスン着は別にさあの長いしズボン生足かなスカートだとしてもあの皆さんに会ったりとかそう皆さんに会ったりとかなんか特別な日とかだっ 特別な日とていうかな何て言うんですかねなんかそういうそういう日だとあの生足になっちゃいますどうしてもそう本当にそう別な世界に住んでるかもしれないフォ,フォローしてるよありがとうございます本当にありがとういや本当にね本当にもう寒すぎてさちょっと待ってねあのあの初めて初訪問の方がたくさんいてですねあのこちらのコメントこちらのコメント欄初訪問の方ですみたいなあの。 列になっちゃったやばいやばいイベントごとのある日うんイベントごとのある日でもない日でも生足かな <laughs> 生足かな,なんか逆に逆に生足じゃないのはどうしたらいいなんかそのタイツとかさだって タイツ履いたらちょっとなんかダサくなっちゃうじゃん <laughs> わかるかなえ、多分ね、女子ならわかるタイツ履くとね、ちょっとダサくなっちゃうのなんか、おしゃれな服でもダサくなっちゃうのなんか、そのタイツとかストッキングあ、履いてるんだなってなるとちょっとなんか、なんかね、ダサくなっちゃうの <laughs> なんかそれこそ、雨とかに打たれたらほんとさっき言ったみたいに模様になっちゃうのね なんか変な変な模様なんかてんてんてんってなんかさ濡れてるの分かっちゃうじゃんそこだけ色が濃くなっちゃうからだからだからタイツとかストッキング履くとちょっとどうしてもダサさがちょっと目立っちゃうというかそこが気になっちゃうそうほんとにほんとに気になっちゃうのだからあんまり履かないように極限履かないようにしてる 本当にしかも別に履いててもねえっ履いたことあります逆にタイツとかストッキングあのわかんない見てる方が男性だと思って言ってるんだけどなんか履いたらわかると思うんですけど正直履いても変わんない <laughs> 履いても変わんないあの本当に本当に本当に。本当に本当に あ誕生日おめでとうありがとうございますそう本当に変わんないなんか履いてもあったかくはない <laughs> あの生足とそんなに変わんないほんといても履かなくても一緒レベルなんならなんならそのあの濡れ濡れるからあの雨とかでね雨とか雪で濡れてタイツが濡れるから。 タイツが濡れたらそれこそ寒いのそそれこそ寒くてタイツが濡れたらそれこそどうにもできないんですよだから困るなんか足元とか靴靴とかで染みてきちゃったりするじゃんなんか靴がもう靴が水浸しみたいなそうなったらなんかもうもう全部脱ぐしかないじゃん <laughs> タイツそもそもタイツを全部脱ぐしかなくなるからもうそれもめんどくさいの。 タイツ脱ぐのもめんどくさいしそうだからもうなんかびしょびしょになったら終わりだから本当にだからマジで本当にめんどくさい <laughs> 寒いしめんどくさいなんかあんまり変わんない履いてもなんかスースーするなって感じるかもちょっとスースーするあんまりそんなあったかさを求めてないかなタイツには <laughs> タイツにあったかさは求めない方がいいかもしれない そう厚めのデニールを履くとじゃあ厚めのデニールを履いたとすると足が太く見えるんですよそれも嫌なの足が太く見えるのも嫌なのなんかね気ぶくれっていうのなんか足足が <laughs> 足が膨れるのも嫌なのそれによってそうあと分厚いデニールだと黒になっちゃうじゃんあ配信ツイート拡散しましたありがとうございますなんかねあの何て言ったっけ今 なんて言ったったけあそう厚いデニールになると黒黒いタイツってことじゃないですかあのストッキングストッキングの方が多分ねあのいいのストッキングの方があの肌と一緒だからあんんまり履いいてるか分かかないのねだからストッキングの方が好きででそう黒いタイツになると本当にそれこそあんま合わせにくいなんかほんと黒いストッキング 黒いいタイツって合わせにくいんだよね服装に服装にめちゃめちゃ合わせにくくてそうだから私は履かないですねそうかなまあ実際足の感覚ない <laughs> 正しく言うと正しく言うと寒い時に足の感覚はないですなんか寒い,寒いもうあんまりないかもしんない足の感覚がそもそもないかもしんない そんななんかそんなな何なんか足が寒いではないもうさ全部寒いのあのな,んなら顔が寒いなんならねなんなら顔と手顔と手が寒いからな,なんか別に「めっちゃ足寒いんだけど」みたいな <laughs> ある逆に逆になんかなんか足だけ寒いんだけどみたいな <laughs> 足だけ寒いんだけどって人いるなんか <laughs> 全部寒くならん全部寒くならんそんなさ部分的に足しか寒くないみたいな <laughs> そんな人いるもうさ顔も手もさ全体的に寒いからさ <laughs> 顔も手も全体的に寒いのね,ね全部寒いよねそうでしょ全部寒いでしょ別に足だけではないでしょだからさなんかもう 大丈夫なのよ多分ね多分 <laughs> そうそうそう本当に本当に全部寒いから別に足が寒いわけではないっていう <laughs> 多分足が寒いわけではないんだよね本当にって感じかな全然あの別に顔だけ寒いもないし <laughs> 顔だけ寒いもないしあの足だけ寒いもないし全部寒いかもしんない普通に。 普通に全部寒いかな私は。よい以上。でもさっきから何回前髪やってもさダメなんだけどどうすればいいかな。えそういえば今何時何分ですか。やばい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 気にしなかった。今何時何分？やばい。やばいやばいやばい。今何時何分ですかね。やばいかもしんない。待って終わんないといけない。ちょっと待ってやばい。やばい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 ば。

やばすぎるぞはいじゃちょっとあの頑張ってきます <laughs> 終わりですごめんなさい本当にごめんなさい本当に楽しすぎて本当に忘れてた私も忘れてたやばすぎマジでやばい <laughs> あー終わったやばいやばいやばいね <laughs> やばすぎるねじゃあちょっとあの壇上をお読みしますねやばい じゃあ,あの男女を読みしますあ待ってゲームのことも言いた,言いたかったんだちょっと待ってゲームのことも言いたかったのえ配信始めたの12時嘘配信始めたの12時だっけあれ11時じゃなかった15分間だけやろうと思ったのテロップ出たよねえ十15分間のテロップ出たよねえあのね15分間だけやろうと思って多分十15分計算だと12時ちょいすぎで終わりだった予定だったんだよねやばいあちょっと男女を読みますやばいやばい13位 あやばいなんか通知も来るやばい !13 位クジラくんさんありがとうございます。12位なんかななんて読むんだ気が気がききまんなかキシダンさんアットキシダンさんありがとうございます。11位テラミス大百さんありがとうございます。10位イコールさんありがとうございます。9位松田さんありがとうございます。8位大サクサクサクさんありがとうございます。7位ビッグラブコさんありがとうございます。6位ティンバレラさんありがとうございます。5位レバのひじかタさんありがとうございます。4位カん あれなんか変わったな壇上なんか変わったなちょっと壇上変わったな5位令和の土方さんありがとうございます4位おとぼけさんありがとうございますえー、3位おじゃさんありがとうございます2位てぃゆさんありがとうございます1位かずちんさんありがとうございますはいありがとうございました本当にあやばいやばいやばいね11時49開始かじゃあさえ10分くらいアウトだやばい <laughs> やばいいな分くらアウトだそれはそれ10分くらいアウトだえっ、ー、とねあゲームのことなんですけどえっ、ー、となんだっけあ何だっけなんだっけ,だっけあのなんか皆さんねあの,はあのギルド内に入ってくれてるっぽくてあのたくさんねあの私もね「おはよう」ってコメントしたんですけどあのもしよかったらあのギルド内に入られた方は「あのおはよう」コメントを見つけてみてくださいはい。<laughs> 今日の朝今日の朝変な時間におはようコメントをしましたはいあのもしよかったら見てみてくださいねはいあのそしてあのギルドね満杯にしたいんですよラブタンズでラブタンズでね満杯にしたいのであのもしよかったらねあのあの入ってくださいね <laughs> 入ってくださいね。はい、是非お願いします。じゃ、あ最後に自己紹介して終わりたいと思います。すみません。長くなっちゃって、ngt フォーティーと3期生の柴のゆきです。ゆきちゃんかゆっきーって呼んでくれたら嬉しいです。2003年12月4日生まれの19歳で血液型は a 型です。サイリウムカラーは青と白です。えっと今フォロワー3000人目指してるので、もしよかったら今日初めて見たよ。って方やまだフォローしてないよ。って方もじゃんじゃん。フォローしてくれたら嬉しいです。はい、そして今日もたくさんのコメント。 とええー、なんだお星さまとハートとかいろいろねたくさんギフトありがとうございます本当にクマなどなどなど本当にありがとうございますはいじゃあちょっとごめんなさいあの急いでおってあありがとうございます本当に急いでおるのでではここら辺で失礼しますはいまたゆっくりお話できる機会があったらお話ししたいですあのはいあのはい今日も一日よろしくお願いしますバイ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 。